旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のゴチです。今回は山梨の絶品グルメが食べられる人気スポットをご紹介します。富士山や南アルプスなどの名峰に囲まれている山梨、さらにはフルーツ王国ともされ、ワインは名産品の一つになっています。そして山梨グルメの代表、ほうとうや信玄餅などといった知名度の高い人気の名物もあります。今回は山梨の絶品グルメが食べられる人気スポットのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各スポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認しておきましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは甲州ほうとう小作甲府駅前店です。甲州ほうとう小作甲府駅前店は山梨県を中心にして多くの店舗を構える郷土料理レストランの一つです。山梨グルメといえばやっぱりほうとうが有名ですよね。かの武田信玄公も野戦食にしていたそうです。ほうとうといえば小作との声も上がる人気店。 JR 甲府駅歩いて1分とアクセスも抜群です。甲州ほうとう小作甲府駅前店のほうとうは練った小麦粉を太い麺の状態で切り、味噌仕立ての汁で野菜と一緒に煮込みます。麺はオリジナル製で硬すぎず煮込んでも柔らかくなりすぎません。そしてほうとうは種類もかなり豊富なんです。中でも人気なのがかぼちゃほうとうで、カレー味のほうとうも注文できるんですよ。辛口カルビ、イノシシ肉、クマ肉といった変わったほうとうもあり、季節限定で牡蠣のほうとうも登場します。店内は広々とした空間になっていて、テーブル席やお座敷席が配置されています。様々なシーンで利用でき、リピーターのお客様も多いんだとか。小作のオリジナル製はもちもちした食感を出すために試行錯誤を重ねて製作されたもの。秘伝の粉の割合が代々受け継がれているんですよ。野菜もたっぷり入っていますので、美容や健康にもいい料理です。創業以来40年間多くの地元の皆さんから支持を受けている小作のほうとう、ぜひ味わってくださいね。続いては手打ちそば奥東本店甲府駅前店です。手打ちそば奥東本店甲府駅前店は鶏もつ煮で人気のお店です。知らない人ならなぜお蕎麦屋さんの人気メニューが鶏もつ煮って思うことでしょう。実は戦後間もない昭和25年頃、鶏もつ煮はこの奥東本店で誕生したのです。手打ちそば奥東本店甲府駅前店は平成23年にオープンした支店で、本店は山梨県内の奥保という場所で営業しています。甲府駅前店は JR 甲府駅の南口からすぐのところ、駅前ロータリーの脇にあります。手打ちそば奥東本店の鶏もつ煮は砂糖と醤油で味付けをしています。レバー、ハツ、つなぎもなどといったさまざまな部位がミックスされていて、とても美味しいですよ。そしてひときわ目立っている黄色い部分なのが金柑と呼ばれる鶏から生まれる前の卵なんです。ご飯のお供に最高の鶏もつ煮ですが、お酒にもよく合います。そして手打ちそば奥東本店のちょっとした驚きのメニューがそば定食なんです。お蕎麦屋さんなのでそば定食は当たり前なのですが、名物の鶏もつ煮が食べられるだけでなく、なんとお蕎麦が食べ放題になっています。そばつゆは生醤油と出汁を生かしたすっきりタイプの味わい、いくらでも食べられそうですね。続いては中村農場です。中村農場は農場直営のお食事処です。こちらのお店では名物の甲州地鶏や海地シャモといったブランド肉を食べることができます。店内は一見喫茶店のようなアットホームさ、直売所も併設されていますので、食後のお土産にお肉や卵の購入もできますよ。中村農場は北斗市の中央自動車道長坂インターチェンジからおよそ20分のところにあります。中村農場の地鶏は八ヶ岳の地下水を飲みながら涼しい気候の下で飼育されています。中村農場の親子丼で使われる卵のほか、ウコッケー卵やコーチン卵などの6種類の卵が生産されているんですよ。中村農場の人気メニューの一つが海地シャモチキン南蛮定食。食べ応えのある鶏肉なので、普通の鶏肉とは満足度が違います。タルタルソースも美味しいし、さすが卵を生産している農場のソース。シンプルな卵かけご飯も美味しいですので、ぜひ食べてみてくださいね。続いてはカントリーレストランキースプリングです。
カントリーレストランギースプリングは小淵沢アートビレッジ内にあるレストランで甲州ワインビーフを使った料理が味わえます。店内はカントリースタイルのウッディな空間でとってもおしゃれです。冬には薪ストーブが使われ雰囲気も最高に。ワンちゃんと一緒に食事ができるテラスも用意されていますので、愛犬と一緒に旅をされている方には嬉しいですね。北斗市の中央自動車道小淵沢インターチェンジからおよそ2キロのところにあるレストランで、敷地内には宿泊施設も設けられています。甲州ワインビーフはワインを作る際に出るブドウの搾りガスを飼料の一部として牛に与え育てた牛肉、その効果があって肉質が柔らかくなるそうです。ステーキは一見ボリューム満点ですが、あまりに美味しい上に食べやすいのでペロリといけますよ。ミスジは1頭から 2,3 キロしか取れない希少部位ですので、ぜひ味わってみてくださいね。そしてシチューやハンバーグにしてもワインビーフはとっても美味しいんです。ハンバーグメニューではお肉が 200g 使われてとてもジューシーな仕上がりになっています。ライスをオーダーするとそのお米は地元産の利北米、美味しい山梨のブランド米が味わえます。パンにしても県産小麦粉が用いられるこだわりよう、地元愛にあふれた一品メニューが堪能できますね。雄大な自然の中でいただく甲州ワインビーフ、口に入れると柔らかくジューシーな食感が広がります。通常の牛肉より旨味が全然違うことに驚いてしまいます。木の温かみを感じるアートビレッジのステーキハウス、この雰囲気も味のうちですよね。さらにカントリー音楽が BGM になっていますので、まるで違う国に来たかのような気分に浸れます。緑に囲まれたレストランでぜひこだわりの甲州ワインビーフをどうぞ。続いては甲州宝刀完熟屋本店です。甲州宝刀完熟屋本店では郷土料理宝刀に続く新たに誕生した名物が食べられるお店です。その新たな名物というのがハイサーモン。山梨の郷土料理の代表格宝刀とともにハイサーモンが味わえるお店なんですよ。店内はシックで落ち着いた雰囲気、 JR 円山駅から徒歩8分ほどのところにあります。駐車場の収容台数も多いので、お車での利用も問題なしです。海のない山梨でお刺身が名物にと誰もが首をかしげてしまいそうですが、実はハイサーモンレッドと呼ばれる淡水で育つ養殖の大型ニジマスのことなんです。このニジマスを桶に盛り付けたり丼などで味わったりします。とてもあっさりとした食べやすい味なんですよ。ハイサーモンはまさに山梨の新しい名産品になったのです。甲州宝刀完熟屋本店は120年前の古民家を使用した建物で、どこかしら趣があり懐かしさを感じるお店です。おすすめの人気メニューになっているのがハイサーモン桶盛り。海がない山梨で淡水魚の美味しさを知ってもらいたいという生産者さんの願いから開発されたメニューなんです。ハイサーモンはブドウの粉末が餌に入っているので鮮やかな赤い身になるんだとか。続いては大番屋です。大番屋は富士桜ポークが食べられる料理屋さん。山梨ではブランド豚もグルメ肉として食べられていて、それが富士桜ポークなんですね。大番屋は甲州牛鍋料理のお店なので、甲州牛や信玄鶏も扱っています。豚、牛、鶏が揃い踏みの料理が堪能できますね。お店は JR 甲府駅南口から歩いて5分のところにあります。甲州富士桜ポークは山梨で開発された品種です。その特徴はジューシーで適度な霜降りになっていて、きめ細やかな柔らかい食感などが楽しめます。このお肉をしゃぶしゃぶで食べるのが大番屋のスタイルです。肉でネギを巻きタレをつけて味わうと最高なんだとか。そして甲州牛は年間出荷量が400頭に満たない希少肉です。大番屋ではこの甲州牛をすき焼きとしていただくことができます。このすき焼きを食べるためだけに山梨を訪れるというお客様もいるほど、地元中村農場の八ヶ岳卵に絡めていただいてください。今回は山梨グルメが堪能できる人気スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。山梨といえば宝刀をはじめとしたご当地グルメが大人気ですよね。毎年多くの観光客の皆さんが山梨の郷土料理を食べに訪れています。しかし山梨には宝刀以外にもたくさんのご当地グルメや人気食材が揃っています。次のお休みには山梨観光をしながら美味しい山梨グルメを堪能してくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。